はい。どうも皆さん、はじめましての方ははじめまして、木村です。はい、というわけで前回からの続きをプレイしていきたいと思います。で、ここに入るんだな。ドアが開いた。鏡合わせにしろ。何気に作業量が一番じゃないな、多い部屋ですね。多い部屋だな。食器類が左右対称に並べられている。ケーキが一皿余っている。取る。でも先に細かいのはやっちゃっときましょうか。並び替える。額縁にスイッチ。で、こっちは固定されていて動かせそうにないだから、左側を基準にやっていけばいいってことですね。いちごのショートケーキがテーブルに固定されている。待てよ、これって。上半分は、ここから上は右、ちゃう、逆。ここから上は左、ここから下は左を基準にしろってこと、基準にしてくれってことかな。だってこれも右側にあるしな。観葉植物が床にしっかりと固定されている。バラがテーブルの上に置いてある。で、ここにケーキ。バラが6本飾られている。バラが5本飾られている。うん、やっぱこれだな。バラが6本飾られていく。その行く。バラが6本飾られていくってなんだ。鏡合わせにしろ。ちなみに手紙を持ってますけど、遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないようにな。早く帰ってくるように、父より。貼り付けるとかいうあれではないと。ちなみに左側を押しても、という感じになるので、これしかないと。で、ここにカエルを座らせる。で、ここで鏡合わせにしろを剥がす。左右の部屋が鏡合わせになった。どこかで鍵の開く音がした。セーブ。おお、ろうそくがついてますね。ドアが開いた。魔女の日記。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。だから罰した。それからずっとこの家にいるの。机の上にバラの花が飾られている。明かりはつかない。
机の上にバラの花が飾られている。僕さっきちゃんとるって言ったかな。で、張り紙読まないでこの部屋入ると、やつは腹を空かせている。逃げよう。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。だから罰した。それからずっとこの家にいるの。とんでもない伏線に触れちゃったな。扉の向こうに何かいる。扉を見る。扉には手のひらほどの大きさの覗き窓がついている。ぬめぬめと黒光りした鱗が見える。何か大きなものが地面を這いずっている音がする。ここでリクエストによりちょっとこの部屋の
ちょっと状況を全部体験しろとのことなので、ドアを開けます。本当に？開ける。ああ。ぬめぬめと黒光りした鱗が見える。巨大な何かがとぐろを巻いている。闇の中で細められた瞳がこっちを見た。扉に体当たりしたようだ。もうこれはもう、この中に何があるかはもう、明らかですよね。巨大な蛇がいる。で、さっき、食われたし。カエルを撫でる。カエルはひどく怯えている。ぬめぬめと黒光りした鱗が見える。何か大きなものが地面を這いずっている音がする。巨大な何かがとぐろを巻いている。扉に体当たりしたようだ。カエルはひどく怯えている。もうね、お別れの時間が来たということですね。カエルを覗き窓から入れる。カエルは嫌がっている。無理やり押し込んだ。カエルを覗き窓から無理やり押し込んだ。何もいない。何も聞こえない。何もいなくなった。本当に？開ける。ああ、食われちゃったな。大きな亀裂がある。地面は湿っていて少し生臭い。今何か見えた気がしたけど、戻りません。音がないけど動きましたね。首が動いたような気がする。いや、動いたよ。後ろ向いてたから気づかなかったのか。
猫の像がある。うん。猫の像がある。なんちゃって。ちょっと、無視しないでよ。動いた。首が動いたような気がする。うん、めちゃくちゃ動いたよ。しかも一回見たらそれっきりか。猫の像がある。あ、そっか、テディベアもそうだったな。片目を閉じるのがいい。片目を閉じるのがいい。つまり、ここね。開かれた目が壁に描かれている。閉じられた目が壁に描かれている。ここか!と。通路を発見した。進む。おうおう。と、まあ、そういうわけでしたね。串刺しになれそう。けた。四つの部屋で音を鳴らせ。やあ、この階は静かだね。はい、というわけで今回はここまでにします。この動画良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、というわけで次回もお楽しみに。ではありがとうございました。